こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界的に見ても性犯罪大国の韓国ですが、盗撮カメラを利用した犯罪が世界1位となったようです。おめでとうございます。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。全世界で韓国が盗撮カメラを利用したデジタル性犯罪が最も深刻だという内容の国際人権団体報告書が発刊された。ヒューマン・ライツ・ウォッチは、私の人生はあなたのポルノではない、韓国のデジタル性犯罪という報告書で、韓国社会に蔓延しているデジタル性犯罪で女性の生活が破壊されていると明らかにした。 HRW の分析によると、08年に韓国で発生した性犯罪事件のうち、不法撮影と関連した事件は585件で 4% 未満だった。17年には6615件で11倍に増加し、全体性犯罪の 20% を占めた。隠しカメラなどを含めた不法撮影被害者の 80% は女性で、加害者の大多数は男性だった。この報告書は、会社の上司がプレゼントした置き時計が24時間隠しカメラを装着していたことが明らかになったことを含め、多様な被害事例と被害者に対する社会的なレッテル貼りなどを集中的に取り上げた。特にトイレや更衣室、隠しカメラなどは他の国ではなかなか目にすることができず、これによって収益を創出するのも韓国がほぼ唯一のケースだという。この報告書についてロイター通信は、韓国は全世界の不法撮影の中心地と紹介し、蔓延したデジタル性犯罪が韓国の女性と少女たちの生活に悪影響を及ぼしていると述べた。それではネットの反応です。こういうコンテンツを買う人間がいるからビジネスになる。だからこれは一部ではなく韓国人男性一般の問題だ。韓男がまた。韓国は性暴行を行ってもわずか数年で出れるし、不法撮影は最初から罰金刑か執行猶予。犯罪の種類に関係なく、重犯罪なら厳しく処罰するのが常識だが、韓国は常識に反する。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。